ゼレノグラーツク風力発電所は、ロシア連邦カリーニングラード州、ゼレノグラーツク地区、クリコボに存在する風力発電所。クリコボ風力発電所とも呼ばれる、ロシア最大級の風力発電所である。1998年5月、クリコボ村で例、6MWH の風力発電機が導入された。1998年10月10日、 インターリエネルゴとデンマークの電力会社シーズエネルギーサービスはカリーニングラード地域でロシア最大の5メガワットの風力発電施設の建設計画に協力する合計協定を締結した。インターリエネルゴはデンマーク政府の助成を得てデンマークのノイッサム土砂で8年間利用された後の風力発電機20機を導入することを決定し、 2000年までの4機が2002年までの残りの16機が導入された。現在導入された風力発電の最大容量は5、1メガワットである。発電所は以下のような構成であるゼレノグラード風力発電所は1992年から1993年に利用が開始された中古の風力発電機を購入し、発電所は1998年から2002年の 期間に主運転した。2012年に5期の風力発電機の修理が行われた。各年の風力発電所による発電は以下のようであった。2012年には電力生産のために必要な電力が例33%にまで向上している。一方2012年の設置済み発電機の稼働率は6。 8%であり、不均密な風負荷など気象条件によるものではあるが、高くない値となっている。発生した電気は、地元の 0.4KV の電圧の電力網を通して消費者に提供される。2007年に発電された電気のキロワット時あたりの価格は、おそらく設備投資費を除いて25から35、カペーカであった。ありがとうございます。